こんにちは。今回の嬉野ホットステーションは新規採用職員の尾崎がお届けします。今回はご覧のラインナップでお届けします。ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。健康づくり課からレディースデー健診についてお知らせします。2月3日金曜日、塩田保健センターにてレディースデー健診を行います。この日は乳がん検診、子宮頸がん検診を受けることができます。受付時間は午後1時30分から午後2時30分です。検診の対象年齢、料金については画面の通りです。ただし、乳がん検診、子宮頸がん検診は2年に1回ですのでご注意ください。昨年度受診したかどうかわからない方についてはお調べできますので、健康づくり課にお問い合わせください。予約は塩田保健センター、または塩田庁舎健康づくり課までお願いします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、延期、または中止となる可能性がありますのでご了承ください。その場合はホームページ等でお知らせいたしますのでご確認ください。今年度対象の方でまだ乳がん検診、子宮頸がん検診を受診していない方はぜひご利用ください。以上、健康づくり課からお知らせでした。皆様、嬉しカードはもうお持ちですか？前回は嬉しカードって何？ということで、嬉しカードの基本的なことをお知らせしました。今日は第2回目、嬉しカードの使い方についてです。それでは、どうぞ。新しい嬉しカード作った場ってどこで使われたやろうか。あ、健太君、こんにちは。何仕事？いや、新しい嬉しカード作ったとですけど、どこで使われたやろうかと思って、いろいろしちゃったとですよ。あ、そうね。あ、天竹君、ちょっと来て、来て、はい、あのね、嬉しカードを使える店ね、はい、この黄色のステッカーと、はい、このタペストリーが貼ってあるじゃんね。うん、だけどもう目印もね、すぐ分かるよ。こんなことですね、次は安心ですね。そうね、ちょっと入っていこうか。はい、こんにちは。こんにちは。どれにしようかな。なんかジュレ、こう一緒なのか。ジュレドクリスタルの8個お願いします。はい、ゼリーの8個ですね。はい、失礼いたします。最後に失礼いたします。あ、面白いですね。ただご会計が2000円になりますね。はい、嬉しカードの方お持ちでしょうか。はい、持ってます。はい、嬉しカードあったりします。天太くん、はい、ここで問題です。はい、嬉しカードはいくらで1ポイントつくでしょうか。はい、はい、110円で1ポイントです。正解。じゃあ天太くん、さっきお会計2000円やったけん、はい、何ポイントつくでしょうか。110円に1ポイントやっけん、2000円を110で割って18ポイント。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、はい、正解。天太くん、じゃあね、はい、毎週金曜日にお買い物したら、はい、ポイントはどうなるでしょうか。毎週金曜日はポイント2倍でやっけん、ポイントの2倍になる。はい、正解。よしとね。ってことは、今日の買い物2000円で、普通の日は18ポイントけど、金曜日なら2倍の36ポイントになるってことですかね。そうです。毎週金曜日はポイント2倍でかなりお得になっています。金曜日以外でもサービス会のイベントとして3倍で5倍でも実施されていますので要チェックです。ポイント2倍での時は旗の色が赤、3倍での時は旗の色が緑で、5倍での時は旗の色が青になっていますので目印にしてください。そういえば市役所からもらった5000ポイントというとはもう使ったとですか。おいはね、もう使ったとけどね、うちのばあちゃんがさ、ま
だもうトラストだね。ダメトラストだね。あれでも有効期限2年間でやったでしょ。早使わんよ忘れてしまうんじゃないですか。そうですよ。カードを使うのを忘れたりなくして使えなくなるのは本当にもったいないですよね。皆さん、ウレシカードは早めに使いましょう。お疲れ。お疲れ。ひだるかね。ひだるか。お腹減ったって意味よ。食欲の秋だから仕方がないな。お金もないし、ただのひだるか秋になったね。悲しいね。食欲の秋、いいね。どもさん、今回の方言はひだるか、バイ。お腹減ったっていう意味ね。個人的にひだるかって聞いたら地元のおじちゃんって感じのすんね。へえ、そう。じゃあ使えたらもう地元レベル上がるね。そうよ、バンバン使って。うん、そうするね。ひだるかは英語で I'm hungry で了解よね。そうね。他にも I'm famished か I'm starving と言ってもいいよ。じゃあ何食べたいって聞きたいときは What do you want to eat? もし魚食べたいって言われたときに食べ方を聞きたいときはどう言えばいい？How do you like your fish? ですね。煮付けがいいなって答えるときは I like my fish boiled. 焼き魚は Grilled fish. そしたら刺身は刺身。あ、刺身はそのままね。うん。ありがとう。ぜひ使ってみます。ぜひ使ってみて。じゃあそろそろ今回は終わりにしようか。そうね。そういぎ、ひだるかけ。なんか食べに行こうか。お、今日はおごってくるとしょうがないね。 What do you want to eat? 寿司。いいね。行こうね。ありがとう。行こう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 。あ、そうやった。まずは番組終わらんもやってね。じゃあこの辺で、すいよし、じゃあ行こうか。うん。1月の休日在宅当番員はご覧の通りです。1月の小児時間外診療はご覧の通りです。1月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。1月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーションいかがでしたか？それでは次回もお楽しみに。